はい、えー、皆さん、こんばんは。デ、え、h、ー、ラネッ a の宇野恒宏です、えー。遅いインターネット会議、この企画は政治からサブカルチャーまで、そしてビジネスからアートまで、さまざまな分野の講師の方をお招きして、えー、お届けしております。ふだんは、えー、と有楽町にある三菱地所のコワーキングスペース、さえからお届けしているのですが、えー、現在はリモート形式でお届けしております、えー。今週もよろしくお願いします。はい、ということでね、えー、と今日の、ね、テーマはねあの、音声メディアです。まあ、皆さんね、 あの最近結構ほらクラブハウスがねぶわってこう年明けから流行ってそして今一瞬でこうシューってしぼんでいってますよね。と言ってもね結構ね僕の身の回りもまだねクラブハウスでこういうことをやりますみたいなことをねなんかこう毎日のように告知するフェイスブックが僕のなんかこうタイムラインにも上がってくるわけなんですけれど何かねなんかこうあの。 あの音声プラットフォームで何かこう聞きながら何かするみたいなことっていうのがね、多分一気に今身近になってきてるタイミングだと思うんです。なので、今日はね、このタイミングで何かこう、なんで今音声メディアなのかとか、音声メディアって今どうなってるんだろうとかね、あのこの先どういうことがなんかこう、できるようになって、それでどういう問題があるのかとかねあの、なんかそういうなんか音声メディアの結構面白さと課題みたいな話っていうのを結構いろいろあの専門家の方を招いて、えー、伺いたいと思います。ということで、今日はこの方をお呼びいたしました。えー、っとですね、今日のゲストは、 ですね。音声プラットフォームあのヒマラヤを運営しているシマヤラジャパン株式会社副社長の、えー、斉藤ソフィーさんです。よろしくお願いします。こんばんは。斉藤ソフィーです。よろしくお願いします。はい。あのソフィーさんね、なんかあのちょっとなんかこう自己紹介的なものを軽くお願いできます <laughs> はい。えー、っと私はですね中国出身でして結構十 7、8年前に留学で日本に来まして、それからまあ就職して、えー、いろいろまあ日本社会で社会人として働いて、そして、えー、自分でいろいろイベントをやったりして、まあ、ヒマラヤという中国最大の音声アプリが日本に上陸した際に、えー、一緒にあの入ってくださいというふうにオーナーの、えー、社長に言われて、まあ、そこから日本のヒマラヤジャパンの運営に携わってきました。 というか、まあ4年目になりますね。はいまあなのでね。今日はね。なんかこう僕のみんなのあれで一番ね。この音声プラットフォームのなんかこう状況にまあ、詳しい人というか、バリバリバリプレイヤーの一人なんですけれど、<laughs> その人を結構あの呼んでこのテーマについてね。話したいというふうに思いましたので、改めてよろしくお願いしますいや。ありがとうございます。貴重なチャンス。 えーまあ、なので、えー、と今日はだから、あのなんか僕も本当、全然このジャンル詳しいわけじゃないので、はい、なんかこうあの、ソフィーさんをね、結構質問攻めにする感じで、結構話を進めていければなというふうに思ってます。で、なんかね、一番最初に僕聞きたいのは、なんかこう、はい、あの僕みたいなね、結構、音声アプリとか音声プラットフォームに対して、あんまりこう、アンテナの高くない人にとっては、はい、年明けのクラブハウスって結構ね、なんかね、苦しみだったんですよ。そうですね。いきな なんか世界では音声,、はい、音声アプリ、音声配信プラットフォームってどういう状態だったのかっていうのを、はい、なんかまずこうあのソフィーさんに結構解説してもらって、はい、こう地図を書きたいなと思ってるんですけど、どう、はい、考えたらいいんですかそうですね、まずあの音声っていうジャンルに関して言うと、なんか皆さんに、じゃあ音声で盛り上がってるところどこって聞くと、結構、アメリカというふうにあの名前がまあ国として挙げられていて。 えとポッドキャスト流行ってるよねとかみんなは多分その知識はそこまでにとどまっていてじゃあアメリカではどれだけ音声音声視聴の規模規模、まあ、規模感としてのれぐらいあるのかっていうと大体ですね1000億円ぐらいの規模があるんですね 1> 1そうなんですであじゃあそれせ世界最大かと、まあ、思いがちなんですけど実は中国はもっと大きな市場を持っていてスタートはアメリカよりは 遅かったんですけれども、まあ、2019年の数字かなに関して言うと中国の音声市場の規模は3000億円ぐらいになっているんですねあ<ー>、まあ、日本現在に関して言うと、まあ、100億まだ全然いかないような感じで,、うん、で規模感っていうと、まあ、日本では確かにあのクラブハウス今年に、えー、来るまでには音声市場って本当になんか言ってみれば注目されあんまり注目されてない市場として、まあ、私たちは アメリカとか中国を見ているので絶対に音声指導ニーズもあるしその大きな可能性を感じて日本に来たわけですがまあじゃあなんで多分アメリカとか中国でとかこんなに大きな市場になっているかそこの,あの興味関心がおそらくあるんじゃないかなと。 思いいますすけけれどども宇野さんんにに逆にお聞きしたいんです例えばアメリカは100億円ぐらいで中国3000億円ぐらいの市場規模がもうすでに出しているんですけれどもその売上はどこから来てるかという大体想像つきますかいやか分からないですね正直分からないんですよ。あの僕何かこう家でなんかこう仕事をしてるときによくラジオをつけっぱなしに結構しているんですよね。はいはい はい、まあだから、でもそれってラジオって、まあ、普通に広告費に,、ね、によって成り立ってるじゃないですか。それと同じような感覚で例えばあの、ポッドキャストを、ね、あの流しっぱなしにしたりとか、はい、あとは YouTube を、ね、あの流しっぱなしにするってことは、ねはい、やはり、ね、今、僕はないんですよ。あなるほどね、はい、何か あのいやもしかしたら探したら面白い番組あるのかもしれないけれど、はい、何かこうあのなんかそんなに、まあ、僕が今あの作業中のラジオに求めてるものってなんかそんなに邪魔にならないけど、はい、全くあのなんかこう情報として価値がゼロではないものみたいなやつを求めてるわけですよね。なるほどねコンテンツに対しての。そうなんで,すよでその距離感を持ってるものは今のところ僕ラジオぐらいしかパッと思いつかなくて。はいで まあ繰り返しますけど、探したらもしかしたらいいポッドキャストとかいい YouTube あるのかもしれないけれど、はいはい、何かこう探し方がよくわからない。な,るほどね、なのでよくラジオを聞いてるっていう感じですね。そうですね。日本で音声っていうと、多くの方多分ラジオをイメージするんですけれども、うんあの、アメリカとか中国ではラジオではないんですね、もうすでに、うんその。アメリカで主に皆さんを聞いてるのポッドキャストを中心として聞いてるんだけれども、その音声アプリ、音声メディアを使用している人の まあ割合というとアメリカでは50%を超えているんですね。あの人口に対して。で中国はどのぐらいかというと、だいたい30%前後の人が音声メディアを使用してますと、うん、っていう風になっていて、まあ、日本ではまだ10%以下じゃないかなと思っていて、まだ音声に対してそのラ,ラジオという感覚はすごくやっぱり強くて、先ほど小野さんがおっしゃったように、 なんで日本ではそんなに普及してなくてあの聞く人は少ないかと一つの原因としてやっぱりコンテンツから来ていると思うんですね。うん、で先ほどの,その市場価値を作り出しているのはあのアメリカではコンテンツはほ,ほぼ無料視聴視聴型で広告収益になって が成り立っているんですねで中国の場合はそれとちょっと違ってあの広告もあるんですけれども広告以上にコンテンツに対して直接課金型が非常に人気があってあのそっちの方が収益がむしろ大きいというふうになっていますじゃあコンテンツはそれぞれの好みはどういうあの傾向性があるかというとアメリカではまあポッドキャストを中心としたその 人々の関心がどこにあるかというと、社会とか文化とか、あのご存知かもしれないんですけれども、あのアメリカのポッドキャスト文化がその一気に、まあ、そのすごくメジャーになったきっかけとして、2014年の時にドキュメンタリーポッドキャスター、Theory という、まあ、あの犯罪者なんですよ。まあちょこ あのリアルにインタビューしに行ってドキュメンタリー型にやっているものはすごい大ヒットすることによってポッドキャスト一気に人気になって日が出になったんですね。まあ、そ,のあのその後にこう結構伝統メディア、要するに今まで映画作ってたりハリウッドだったり制作会社だったりそのラジオ局テレビ局とかも結構あのこのコンテンツ制作に入ってきて、まあ、いろんな多元性エンタメ寄りのものを中心に社会 文化に対していろんな面白い番組がたくさんあったんですね。その中にあの私もその結構驚いたなと思ったのはその、えー、ヒーローストーリー、例えばバットマンとかそういうものもポッドキャストに、うんまあ、今まで多分映像でしか視聴できなかったものも<ー>その音声にあの可能性を感じてそのバットマンもあの音声シリーズがあるんですよ。マジですか全然知らなかった。 そうなんですよあのドキュメンタリーも人気なものもあるし例えばメディア人アメリカでは有名なメディア人でも必ず自分のポッドキャスト番組を持っていると言えるほどその重要視されているんですね。例えば「オプラ・ウィンフリー」ってトークショーの女王と言われているあのあのオ,オプラでもそのポッドキャストにすごくチームを作ってお金もかけてちゃんと作っているんですね。なんかあの日本の音頭感と全然違くてあの音声は、まあ できればあの時間かからずに作ればいいんだろうみたいな音がなんとなく日本で感じるんですけども、ねはい、アメリカだと、これはあのこのぐらいのハリウッドもお金をかけて、そういう有名なメディア、メディア,メディア機構でもそれでメディア個人としてもそうですけれども、力を入れてやっているところが非常にあるので、まあ、その結果、たくさん面白いそいコンテンツが生まれているわけですねで。もちろん面白いコンテンツがあるから、 そのコンテンツを聞きに行く人も非常に多くてそのアメリカでこう車のシーンは一番多いんですけれどもまあ容易にイメージできるんですこう車で会社に行ったり帰ったりとか車とかに行ったりする時に聞くってイメージを容易に想像できるんですけれども実はそれ以外に家にいるリラクゼーション、まあ、リラックスしている時にも何しているかっていうとポッドキャスト聞いている人も意外と多くてあのもうまあ何だろう,こう生活と密に 結びついてる文化現象の一つなんじゃないかなと思いますね。でそれと比べると中国はまたちょっと違う色合いの音声市場があって、うん、あの中国は先ほど言ったようにそのコンテンツの内容に対して直接課金型が非常に多いんですね。で、うん、あの人気な番組は何ってよく聞かれるんですけれども中国の場合その結構専門知識に対しての 音声番組があの結構積極的に購入される傾向があるんですね。例えばどういう番組があるかというと、例えばあの金融学とか経済学とかそういうなんか職職職業上にキャリア形成の上にためになるものが音声番組、あの専門家の方はもちろんあの制作にに関わってその。 良質なコンテンツを作って、それでまあリーズナブルな値段で売り出すことによって、たくさんの,その知識を求めて、まあ、ナレッジシェアに知識、まあ、中国の言葉、2つあのキーワード、業界ではあって、1つは知識課金なんですね。なるほど、ね。知識に対して課金する。で、もう1つはナレッジシェア。ナレッジシェアというのは、視点はその配信者の方なんですけれども、今までそのメディアで働いているプロの。 方もしくは大学で実際教えている教授の方その自分の持っているその知識を新しいメディアを通してもう一回その価値が生まれるということに気がついてその今まで大学のキャンパスでまあ教室でしか教えてこなかった大学の教授がその音声プラットフォームと一緒になって音声によるこう知識になって 提供はできたわけですね。で、今まで例えば中国で有名な北京大学とか、聖華大学、入学はすごく難しいんですよ。もう倍率データもどんぐらいか、まあ、とにかく非常に難しくハードル高くて、ただその北京大学とか、聖華大学の先生たちの教えが、例えばヒマレヤアプリで3000円あたりで購入できるんですよ。その3000円ぐらい払って、北京大学の学生と 同等レベルな例えば経済学の,あの授業1年間分視聴できるんですね。その価値がすごくやっぱり大きくてたくさんの購入につながるんですね。で、そのユーザーが形成して、そしてさらにその内容生産者がさらに増えてっていうようにあの市場が盛り上がっていたんですね。ちょっといくつか質問があるんですけれど。 まずこのちょっとアメリカ、ま、とリカ中国の話があったと思うんですけれど、アメリカの方から聞くと、あのね、なんかこうこ僕がね、やはりこうポッドキャストとかあんまりこう聞かない理由って、一つクオリティなんですよねだから日本でなか例えばこう、まあ、ちょっと知ってる人とか、ね、あの僕は以前本を読んだことがある人とかがポッドキャストをやってるってことがあって、それを聞こうかなと思って。 ポッドキャストどんんんなもんだろうとと思って聞いたことがあるんですよでもあの、これを言ったらちょっと怒られるかもしれないけど、本当にただ喋ってるだけで、<laughs> か<る>どこが話の要点なのかも分かんないし、あの話が脇道にそれるんだけど、脇道にそれることによって広がることもなく、単に尻すぼめになっていったりとか、本当にただ、ろくに編集もせずに、構成も考えずに、喋ってることを録音してるだけだと思うんですよ。あれが僕ね聞くに耐えないないと思って ポッドキャスト聞かなくなったんですよ。でもアメリカではそういうことにはなってなくてもっとみんな本格的にやってるってことなんですかそうなんです。もう中国もアメリカも人気な番組に関して言うとすごく本格的にやっています。アメリカだと Spotify2019 年かなあの、ポッドキャスト上で一番人気な番組を1億を出して買ったんですね。うん、あのそのぐらいそこに資金をかけるぐらい 制作の,の方も本格的だし、で中国の,そのハリウッドも何,何百万ドルを出してその、もちろんそのえ映像制作よりはかけるお金は少なくなるんですけれどでも、音声にこのぐらいかけるのというような制作を結構たびたびあって、中国に関してもっと面白くて、実は音声番組なんですけれども、あのはい、どうぞしゃべってくださいじゃないんですよ。あの特に有料なあの番組に有有料料な番組 課金する番組に関して制作はヒマラヤと私の知っている他の,他の知っている他のアプリではあの必ずまず原稿があるんですね。うん、で原稿があってそしてその原稿も何回も何回も修正加えてその上に読み上げ風じゃなくて話風に録音するんですね。うん、その録音も NG もすごく多くでここはちょっとダメだから変えてくださいとか政策に非常に 気を使っていて、時間と、まあ、お金ももちろんです時間とそのあのエネルギーをかけているんです。例えばこういう例があります。あの先ほど言ってたような北京大学の名教授による経済学のレッスンという音声番組シリーズ、非常に人気な中国の人気な番組ではあるんですけれども、その時にどういうふうに作っているかというと、その番組はあの専門的な知識の持っていない誰でもあの入経済学の入門として、 楽ししく学べるる番組ってていうところを目指してるんですじゃあ収録はどういうふうにしてるかっていうとその教授もちろん原稿も全部書いてはいいざ収録になるとその教授の目の前に女の子を座らせるんですねその女の子は高卒なんですよでその女の子に話しますで あの専門用語出て、もしくはどこのくだりで、その女の子どこでもいいのわからないと思ったら手を上げあげるんですね。手を上げたら教授は止まらなければいけないです。そこで彼女がすらすら聞いて全部わかるようにでその講義のデザインをしていかないとダメなんですね。だからあの大学の教授の音声番組で言うと、専門用語がわからない方らどうするう多分あのそういう。 問題はいいっぱいあるんですよその全部クリアした上で提供する音声番組そのぐらい工夫をしてるんですなので本当に良質な番組が多くてあの単なる教授だから何でもいいわけではないんですよそのぐらい音声コンテンツにその真剣度向き合ってるだからこそ良質な番組もたくさんあってだからこそユーザーもあのこう課金したりだからこそ無料にした場合に広告も あの結構売れるわけで、そういうあのプラスのサークルができた、うまく回れたわけなんですね。それはまだ日本ではできてなくて。 なので、うん、今尾さんの言うように、聞きに耐えないかもしれないな、そういう気持ちはよくわかります。そうですよねでもあの、逆にね、はいあの、そうやって本格的なものじゃなければ、はい、クオリティ上がらないというの僕す、すごくよくわかるんですよ。あの自分もあの日本放送とかね、j w ェブでラジオ番組持っていたときに、結構ね、あのうん、なんかこう、 アドリブで済ませるところは全部アドリブで済ませていたんだけれど自分が結構長く5分とか10分とかまとめて話すところってかなりしっかり原稿を作ってたんですよ実は。そうですよ、ね、そうあの、はい、自分で構成作家みたいなこともやってて自分で書いてたんですよね。僕ねあのあの構成作家一応つけ,つけてもらってたんですけどそれってなんかもうちょっと進行とか段取り的なところで自分が長く喋るところって必ず自分でじ原稿をしっかり作ってたんですよ。 その気持ちすごく分かるんだけど逆にね原稿を作るっていうことは多分何かこうあの素人でも頑張ればできるんだと思うんですね、はい、文章と書く能力があれば。でも、はい、BGM だったりとか、ね、音楽だったりとか。はい あとは編集だったりとかそういったのって多分素人だと難しいと思うんですよだから、はい、なんかそういったアメリカとか中国では素人がポッドキャストをやってるっていうことっていうのはありえるんですか、はい、なんかすごく敷居が高く感じちゃうんですけど、はいはい、そうですね先ほどお話をした部分はまあ有料コンテンツもしくはすごく制作の,あのお金をかけているトップコンテンツ 要は専門家による制作したコンテンツの話なんですね。実はあの音声プラットフォーム、ヒマラヤも総合音声プラットフォームでして、そういう番組は一応 PGC ってプロファッショナルの人たちによる番組提供なんですね。一方、UGC っていう分野もあって、ユーザーはあのプロじゃない人たちがそのプラットフォームを利用して、自分の発声の場としてあのこう自由な内容をアップロードするっていうあのところもあるんで、そこもあの今言ったように、 原稿、えー、作って BGM やって編集やって,ってったら多分すごくハードルが高くてできる人はすごくあの狭めてあの限られてくるんですけれどもそういう UGC のコンテンツに対,対してはまあ確かに SNS の機能みたいな感じで自分の思ったこと自分の意見を自分の周りの人間に、えー、聞いてほしいそういうなんかツイッターもしくは中国で言うと Web をもしくは Facebook みたいなところでた ただあの、表現するあの情報伝達するツールとして文字ではなくて音声っていうところも結構あるんですね。そうなった場合にこうたくさんのユーザーが参加することによってそのプロ性は低いんですけれども SNS 性があるからコミュニティーをつ形成していくんですね。でそののコミュニティの コミュニティを重視する音声コンテンツがコンテンツ内容を重視するコンテンツがこういうふうに分かれていくんですけど、まあ、最初は中国の場合も結構、まあ、全然プロではなくて単なる大学生であの自分の思ったことを喋ったりもしくは自分の書いた情報をシェアしたりもしくは自分の,あの気に入ったネット小説を朗読してみたりとかそういったものをあのたくさんたくさんあってそのアプリその ヒマラヤも2012年からリリースして中国からその、えー、ヒットしたきっかけとしてはそういったこう素人の方たちはたくさん集まったからなんですかねで大学生も私もスマートフォン1台あれば自分の、まあ、いわゆるラジオ曲を持てるわけみたいなそういう気軽さがあってあのアプリの機能としても簡単な編集誰もできる簡単な編集とあの自由に使える えー、フリーな音源 BGM がもう提供してあってそれは自由に使えるんですそんなに凝ってないんですけれどもなんとなくこうあの挑戦してみたいなという気持ちがあれば誰でもできたわけでそこはすごく斬新でいきなり若い人たちの中でじゃあ私も自分のラジオ局元みたいなあの考え方が広がって最初のユーザーをそういう形で形成されていたんですねその中から後にすごく人気なキャスターになって、うん それこそ有名な番組の,その演劇に指定されて、それこそこう月収1000万円選手は何人も輩出して、もっともっとスター誕生ですね。そこスター誕生すると、もっとたくさんの人はこの UGC の音声制作に参加するようになって、私もそこを目指そうみたいな、そういう土壌が形成されたんですね。アメリカも同じような現象があると思う最初は素人でやっていくうちに人気が出てみたいな感じなんですね、うん。はい あのですね。だとするとですね、じゃあ,あの正直言って多分日本で音声プラットフォームでポッドキャストやね、なんかこうあの,あの音声番組を聞くっていうライフスタイルってものはまだ確立されてないと思うんですよ。はい、そうですねで。なぜ日本ではこの普及のスピードがこんなに遅いのかっていうのですか。はい、確かに日本の普及のスピードは非常に。 遅いなと思って最初にあのヒマラヤも日本市場進出しようと思った時、えー、ときに、日本のこう市場のいい点は何かっていうと、もともと日本のユーザーさんもコンテンツに対して課金の意欲は結構高かったんですね、調査によると。あの中国では結構ネットで無料で転がっているコンテンツは、まあ、いわゆる海賊版だったりするんですけど、無料で手に入れるものが多くって、だから課金は結構難しいんじゃないかなって、最初の。 前提としてあったんですけれども、日本ではまあコンテンツ対して課金するのは当たり前という文化か、風土があっていいんじゃないかなというのがあって、あの入ったんですけども、実際こう広がり方でいうと、成長は結構遅いなと思って、ここでまあ正解ではないんですけれども、私からの見解でいうと、一つはやっぱりプロであろう、素人であろう、その面白いコンテンツ、やっぱり少ないんですね。でもう1つそのさっき 中国と日本中国のアメリカで結構、伝統メディアは音声コンテンツに対して注力することによって有し、あの有料のコンテンツが生まれるわけじゃないですか。日本の場合、結構そこら辺は伝統メディアは固くてで,ですねあの。例えば、あの音声の一つの大きなジャンルに関して言うと、オーディオブックがあるわけですね。で、オーディオブックに対して、日本の出版社は結構コントロールは強いんです。あんまり なんだろうあの,判件の管理が厳しくて自由に演出することはできないんですね。その版権を取ったりとかその一時確認したりとかその朗読に関して BGM をつけた場合さらに確認が発生したりもしくはそのあの人気な作品をラジオドラマにしようと思った時に、えー、その文字を変えたりすると一時確認作業が発生してなかなかそこら辺の,あの融通が利かなくって。 だから進行すすごい遅い遅んですね。そうするといいコンテンツがあんまりいなくてそうするとやっぱり購入者もしくは音声を聞くユーザーがあんまり増えなくてそうするとやっぱりコンテンツを算出する側からすると時間とかあのお金の投入はちょっとできないよねっていう現象になってこれちょっとマイナスの循環じゃないかなと思っててもう一つ面白い と思ったのはそのはそ日本の電子マネーの普及は全然低いなと思って、うん、あの中国とかでは、まあ、フィンテックの面なんですよねその,あのネットで、うん、例えばああ1つまずアプリは使ったことある人は非常に少ないんですよ。うん、ましてアプリって課金するって言ったら品の技で。 あれ自分のアプリ ID は何だっけって分からない人結構多くて分かったときにどうやって課金すればいいのっていうハートル非常に高いんですね。で、そういう面に関して言うと中国は誰でも,もあのアプリで課金するのは当たり前じゃないですか日常下半身みたいな感じになっていてハートル非常に日本と比べると低いわけで,でにこうだから日本のユーザーに一人のユーザーがいいコンテンツて会う確率 最初から低くて、いいコンテンツであって課金しようと思ったときに、そのユーザーの,こうあの,ていうのアプリに対しての IT リテラシーは引っ張ったりする、さ、ま、らにその確率が下がっていったんですね。なので、ちょっと日本ではあの克服しなければいけない課題が多いなと感じますよね。 うんえー、これちなみにこれあの、じゃあ何が突破口になると思いますか日本で音声、えー、プラットフォームである配信番組がもっと普及するための突破口。はい、そうは言っても、あのまあ、今年年初のコラボハウスからそうですけれども、うん、去年から実は音声メディア、日本のベンチャー企業、まあ、プレイヤーが増えている年、2019年からどんどんこの2、3年、結構増えてきていて、そしてその プレイヤー人たちに対してキャピタル、資金調達もどんどんできるようになったんですね。っいうことは結構いい兆候で、まあ、資本の方ではこの音声協会、まあ、日本とかアメリカとか中国を見ると可能性あるんじゃないっていう認知は高まってきているんじゃないかなと思うので、だからあのこうベンチャーも増えていて、プレイヤーも増えていて、そのプレイヤーに対して資金上げてもいいよっていう。 あの動きにもなっているので、まあ、突破口としてあのそういうプレイヤー、まあ、ヒマラヤもそうですけれども私たちはあのアプリの運営者プラットフォームの運営者としてスター選手を作らなければいけないかなと思って、うん、でもちろん資本の力を借りなければいけないんですけれども 本来であればこう内容を生産する側からお金を投入して人間を投入して作ってプラットフォームの中で課金してその回していくんですけれどもで日本の場合はそれは難しいので突破口もあるとしたらプラットフォーマー私たちが頑張ってそのスター選手もしくはスターコンテンツをあのまず作ってえこの市場に対して こんな面白いものを作れるよっていうのを一つの突破口になるんじゃないかなと思ってそのヒットする番組があの出現すればこう要はモデルが一旦あの音声コンテンツ10万以上売れるじゃないか1個のコンテンツになってくればあのこうプロの制作側 でもあのまだ独立の政策でもあ可能性があるんじゃないのって感じてくれてそうするとそのコントロールも弱まったりもっと政策が従来の例えばテレビ局ラジオ局もこうデジタルの音声プラットフォームにもっとお金時間人材をかけてもいいんじゃないという動きになってくるとあのアメリカや中国のように回り始めるんじゃないかなと思います、ね、まず今現時点に関して言うと、まあ、ヒマラヤもそうですけれど他の あのどん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 参入してきているプレイヤーの方がまず頑張らなければいけないじゃないかなと思いますね。